今日はこれのオーバーホール、オメガだね。オメガのシーマスター、動かないらしい。これオリジナルです。オーバーホールしてくれってマジかと思って。まあ動かないね。またオリジナルも来たね。オリジナル緊張してな。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。では前回に引き続き、オメガシーマスターヴィンテージですね。1970年代製ですね。詳しくは分からないですが、1970年代だと思います。洗浄まで終わり、あとは組み付けに入っていきましょう。オイルをね、また刺しながらの作業になります。ジータにしっかりとオイルを刺していきましょう。意外とこの組みやすい、本当にね組みやすいなと思いました。この精度もいいですから、この歯車が保存穴に入れた時にきちんと立ってくれるんですよね。そう、パーツ点数は多くないです。なのでこの精度もいいので、非常に受け乗せも楽です。本当にスポッとはまってくれます。ここまでやはりね、中華製とは違うっていう、このね、なんていうのか、こう触ってみて初めてわかるような感じです。こんなにいいんだなと思うと、整備性もやはりいいですね。正直この整備性がいいなというふうには感じてます。このなんていうのか、この輪列は輪列の部分、そして自動巻きの機構のところは自動巻き機構の部分、ゼンマイの部分、まあいろいろこう分かれてるんですが、一緒くたになってないんですよね。全てこのパーツでもって受けがこう分かれているような感じで、2813のように一色たりに持ってバーンとこう受けを乗せるんではなくて、このそれぞれ分かれていてくれるので非常に楽なんです。整備が非常に楽だなと思いました。これだもん、やはりね、これぐらいであれば長持ちするよなって感じてます。もう受け、あの輪列の受けは乗せ終わってますが、非常に簡単で、簡単すぎて忘れました取るのを忘れてました。本当にそれぐらいすんなりはまってくれます。あとはね、オイルを差しながらまたどんどん組んでいくんですがね、この後にまたあれだね、アッセンブリであったところ、自動巻き機構のところね、これは両巻きになるんです。そこをまあ組んでから乗せていくといった感じです。今輪列にね、油を差しました、オイルを差しました。本当にすんなり気持ちよく回ってくれます。では続いてあれだね、アッセンブリーの自動巻き機構、これを組んでいきましょう。この辺の組み方もやっぱり簡単ですね。非常にやりやすかったです。まあなんていうか、この分かれパーツごとに分かれてるのはやはりなんかエタっぽい感じですね。エタもこういう風にこのアッセンブリーになってますから、そういったこの雰囲気がちょっとありました。こういったところもきっちりね、オイルを刺して、でまあ歯車、輪列を組んでいきます。ここが一番歯車が多かったかもしれません。で、ここはルビーが、まあ、少なかったというか、ない部分もありますのでね、まあ、かなり慎重めにオイルを刺していきました。組んだらあとはジータに組んでいきましょう。これをね、本当にスポッて乗せるだけなんですよ。本当に整備性がいいなって感じてます。これぐらい整備性がいいのであれば、修理もきっと楽だろうなって感じました。そう、このね、ほら
自動巻き機構のこいつ、これを乗せるだけなんです。うわ、これは非常に楽だなと思って、これさえ組んでしまえば、まあ修理の時もこれを外してしまえば、かなりこのなんていうのかな、アクセスできる、その例えばゼンマイだったらゼンマイまでにアクセスするその手間がね、これ相当に省けるなと思って、これは本当に整備性がいいなって感じながら作業してました。今ザラ回ししてみてるんですが、ザラ回らないですよね。なんかおかしいなと思ってるんですよ。なんかね、回ってくれない。まあなんていうのかな、この部類ごとに回してあげると回るんですが、なんかザラ回しができない感じになってるんだよな。何なんだろうと思って、なんかちょっと嫌な予感です。どうやらこの香箱芯を挟んで回してみても、どうやらこの手応えがないんですよ。ん、多分ね、はあ、ほらね、ゼンマイがやはり切れてました。ゼンマイを洗おうと思ったんですが、ちょっとなんていうか手応えがなかったもんで、うん、切れてますね。バッチリ切れておりました。あー、これはまあゼンマイを交換でしょうが、まあヴィンテージですからあるのかどうかが問題です。ゼンマイが切れてる、探さないといけないですけどね、あるのかな、そこが一番問題だよね。まあ探すしかねえか。ということでね、ゼンマイが切れてた。あれで動かなかったんだと思って、ゼンマイ切れてんのかと思って、これは動かねえやな。以前にね、手巻きのデビル、オメガのデビルをオーバーホールした時、あれおばさんからもらった時計なんだけど、あの時もね、ゼンマイ切れてたね。切りやすいのかな、そんなことはねえと思うけどね、まあ古いからね、古いですからね、やっぱり古いから、やっぱり、ねえ、まあ、使い込まれれば使い込まれるほどゼンマイはね伸び縮みしますから、破断したんでしょう。感染になかなかない、なかなかないのよ。でまあ今回な、やっぱりこれゼンマイはね、やっぱり一回洗うんですよ。開いて洗うんですけど、ビヨーンって開く、開く、香箱から取り出すまではしないんですけど、一回こう開いて洗うんですけど、その時に気づいたんですよ。で最初に洗わないんだよね、いつも。なんだろうね。こうビヨーンってなったりすると、この辺のパーツがぶっ飛ぶのが嫌で、だから、洗わし組んでからゼンマイをこう開くようにするんです。うん。その機械もないもんだし、洗わし組んでからパーツがこう少なくなってきた時に、ちゃんとこう開くようにしてます。最初からこう開いちゃうと、あれってね、下手するとビヨーンってどっか飛んでったりするんですよ。すごい勢いで飛んだりして、パーツの並びをこうブシャッてなったりする可能性も大きいですから、だからね、こうやってゼンマイはこうある程度組んでから開くようにしてるんです。その時ね、気づきました。はぁーと思って、切れてる。どうすっかなぁ、どうしようなぁと思ってます。高いのよ。しかもヴィンテージ、ないのよ。ないのよ。これ用のって売ってなかったんだよね。キャリパー1020なかって、なんかね、共用らしいんだよね。キャリパー1010とか1070ぐらいまでは共通パーツっていう書き方してるサイトもあったんですよ。だからまあ、売ってたのは1010用だったから、それを買ってきて、まあ、ちょっと試してみようかなと思ってます。うまくいけばいいけど。なので、まだパーツは来ません。まだばらけたままです。だから動くかどうかね、わからない。まあ、ゼンマイさえ組めれば、多分おそらく大丈夫だと思います。うまく組めればね。なので、どうなるか。この作業もね、インスタに上がってます。
実際まだできてません。今現時点でできてない。なので次回どうなるか楽しみにしておいてください。だいぶ後になると思います。これはねだいぶ後です、かなり期間が空きますから。ということでこういった作業ですね、インスタ、ツイッター、そちらの日々の作業なんかインスタ、ツイッターで上げるようにしてますので、そちらもまた照らし合わせてご覧ください。まだねパーツがないのとかそういったものがねよくねインスタに乗っかってます。インスタ、ツイッターに乗っけてます。パーツの提供求むとかもねやってますからね、ぜひそちらもねあのフォローの方よろしくお願いします。ということで次回は後編となるもんですが、まだパーツが来てないもんで当分後編は後になると思いますんで、また次回後編でヴィンテージサロンお会いしましょう。その前にヴィンテージサロンでねもう一点ご紹介した時計があるんです。そちらまた楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。